画面の前の皆さん、こんにちは、楽器カカです。はい、今回もね、アンチャーテッド4やっていきたいと思います。第5章、ヘクター・アルカサル。さて、何やら、このね、麻薬王と一緒にね、ここの刑務所を、まあ、脱獄するみたい。いや、結構、入念に計画してたよね。うわ、看守が、やられてますね。こっち？マジかよ。無謀な。あいつら残虐だ。これも世の中のためだよ。ほら、これを使え。お、銃ゲット。使い方を覚えているな。すぐ思い出した。でも刑務所からね出るってかなり難しいと思いますけどね。暴動でも起こす気か。その通り。暴動？おいサミエル。あ、さては独房を全部開けて混乱してる時にまあ逃げる気だな。オッケー。でも多分麻薬王はね多分悪者と思うけど、今はね一緒に逃げないとねダメだよね。よし、弾ゲット。あ、いっぱいいるぞ、いっぱい。いた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 。結構いますね。仕方ないな。ちょっと、撃とう。リロードして。倒したか？あ、下にもいる？いない。いないか、オッケー。痛い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 。弾拾ってと。物陰に隠れた方がいい。倒した。倒した。あとは？いない。向こう。隠れて。どれが敵かわかんない。うえ、いやいやいや、びっくりした。びっくりした、今。やばい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 。ちょっと待てい。あ、すっごい数。あ、こういう風にも撃てんだ。これいいやん。でも結構ね、弾がブレるな。倒した。オッケー。オッケー、クリア。ちょっと弾がない、弾が。計画通りみたいだな。お、なんか、アサルトライフル拾ったよ。弾がないな。どうするんだ。誰かと電話してる。サミエル、何かに隠れろ。何かに隠れろ。なんで。いいから。ここでいい？なになに？お、びっくりした。すげえな。大丈夫か。びっくりしたわもう。ああ大丈夫だ。いや派手。さすが麻薬王ですよね。あ、やばい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 。倒して、あと一人よ。 OK OK、 この銃の方が弾があるな。あ、やばいやばいやばい、また来た。助けて。 OK、 ありがとう。すっごい敵いるなぁ。倒した。あ、倒してない。倒した。倒した。このアサルトライフル強いね。いいね、いいね。倒した？オッケー。あ、すっごいいるな。どこだ？どこか。ここにもいるね。倒した。リロードして。弾がないな。オッケー。あ、まだいる。弾がない。倒した。弾がないから、ここのこれもらおう。お、いいね、弾いっぱいあるね。こっから降りていい？来い、サミエル隠れろ。
え、またまたどこどこ、ここでいいの？あとは助かった。自由か鹿のどちらかだ。やばいやばい、ちょ待て待て、どこどこどこ、あ、こっから来た。ちょっと待たんかい、いっぱい来たぞ。どこだ、リロードして。ちょっとすっごいブレるな。どこ、倒した。これで全部弾を拾って下がってるよ、いいよ。ん、危ない。今なんか僕が来た時にやったやろ、絶対狙ってたよね。今大表出た、飛び越えて、あ、やばいよ、なんかなんかセントリーガンみたいな、やばい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 、どうしたらいい、隠れながら撃つと、こうか、あんま当たんないんだよねこれ。リロードして、やばいよ、壊れて壊れた壊れた、いた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 、やばい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 、おお、まだいるな上に、おわおお、すごいな、誰がやったんや。誰がやったんや、派手、すごいね。おわおお、またか、やっぱ麻薬王はすごいな。走るんだ、オッケーオッケー、走れ走れ、 RPG だね RPG。 ここ登ったらいい、降りろ、オッケー。いや激しい、いやすごいですね。いや麻薬王はやっぱすごい。アグア、これ何語なんだろう。ほらサミエル飲め。スペイン語？ピンピンしてるよ。ほら喉が渇く、さあ飲め。どうも。それでこれからどうするつもりだ。うん、これからって言われても、ああ、風呂入ってちゃんとしたベッドで寝て、ああ、寝てくれる女でも探すから、ああ、弟を探す、まあそんなとこさ。ああ、そうか、それでどうだ、どれくらいでエイブリーの宝を見つけられる。ああ、とりあえずアメリカ戻って調査再開。いつだ。始めてみないと何とも。宝の場所は。ああ、まあ知ってるけどよ。いいか、ほらでっかいバッテンがついた地図があるわけじゃないけど、手がかりは手に入れてるんだ。デテンガセアーキ。おい、これなんかやばいな。待て、 おい待てって、やばい雰囲気。お前は好きだ、何よりも信用してた、だから連れてきた。ちゃんと見つけるって時間が必要なだけだ。ダメうん口よ。だが、やばいやばいやばい、疑問を持ち始めてしまってね。待て、エクタ、聞いてくれ、必ず見つけられるか、時間が。いつだ。半年くれ。
人というのはいつも必要以上に時間を求めてくる。3ヶ月だ。3ヶ月だけじゃ。3ヶ月後、宝の半分できるな。どうだ。3ヶ月後、宝半分。いいか、逃げたり宝を隠したり警察にチクったりしたって無駄だからな。すぐバレる。俺は忘れた頃に現れる。そうなったら殺すぐらいじゃ済まないだろう。いや怖い。いや怖すぎる。ほら立て、見ろ、町には朝日に向かって10キロ歩けばたどり着く。え、歩いていけと。朝日を浴びるなんて久しぶりのことだろう。バモス。見つけたらどうする。大丈夫、時が来ればもらいに行くさ。ベナセールテサミエル。なるほど、こうやってカムは逃げたけども、アルカサルに助けられて宝を見つけないとね、殺されるっていうことね。まずいな。また痕跡をたどればいいだけだ。痕跡？サム、そんなものないよ。レイフは俺と脱出した後、奴の親の金で聖ディスマス大聖堂周辺の土地を買い占めた。何週間も探したけど、エイブリーの財宝はなし。レイフは諦めてないけどな。何年も探し続けてるけど、何も見つかっちゃいない。まあ、そうだろうな。なんで？ああ、俺もちょっとばかり探しては見たんだよ。新たな手がかり？レイフはこれを持ってない。何これ？インターネットってのは本当に便利なもんさ。聖ディスマスの十字架。俺たちが見つけたのは壊れてて空洞だったろ？うん。偽物あれ？確かよ、まだ無傷だ。十字架は一つじゃなかった。ああ、だからパナマの十字架になかったものがこの中にあるかもしれないってことか。うん。マジかよ。で、どこに？ちょっとネイトもね、ちょっとワクワクロッシュの屋敷でしてきてますね。オークションに出される。オークション？ロッシュの屋敷知ってるか？ああ、もちろん。一体どうやって警備のきつい会員制闇オークションの招待状を手に入れるつもりだ？あ、闇オークションか。なんかまた危ないとこね。へえ。で、金持ちに競り勝つための金はどうすんだ？俺の家を抵当に入れたってそんな大金を手に。って、ああそうか、盗むのか。ああ、二人で。おい、待て。いやダメだ、悪いな、無理だ、俺はやらない。何？ダメだ、俺はもう足を洗ったんだって。それに俺よりもこういう仕事に向いてる奴らは他にもたくさんいるだろう。例えば？ほら、例えばそうだ、チャーリー・カッターは？ダメだ、あいつなら本当頼りになるって。ダメだ、絶対ダメだ。他の奴は信用できない。誰だろうと、これには俺の命がかかってるんだよ。わかるだろう？な？お前じゃないと。他に方法があるはずだ。いいか、もう時間がない。アルカサルも待たせてる。もしもし、エレナ。ああ、信じないと思うけど、ジェイムソンが許可書を持ってきたんだよ。ああ、そうだな。だから、マレーシアの仕事はやることになりそうだ。ここはどこだ？
あ、オークション会場か。で、様子は？蝶ネクタイしてますね。なるほど、パーティーに忍び込むと。時間はたっぷりだろ。見たとこ、屋敷の裏に保管庫があるみたい。そっから見える屋根のあたりだけな。どんなお宝が眠ってんだろうな。今は十字架のことだけ考えようぜ。いいのか、エレナのお土産にもなるぜ。笑える。狙いは一つ。あ、一つ。俺たち二人だけならもっと楽だろう。サム、もう侵入してるか。ああ、無理やりね。もしもサリバンがビビっちまって来なかったりしたら。サリバン。サリーはそんなやつじゃない。じゃあ捕まったら。サム、サリーはやつらを知ってる。うまくパーティーを抜け出して部屋の窓を開けることくらいできるだろ。心配するな。うん。なんだよ。ほら言えよ。十字架持ち逃げされた。そんなのありえないって。サリバンだぞ、裏切り者で有名な。でも俺たちのことは絶対裏切らないって。お前はな。気が合わないのは知ってるけどさ。それ以上だ。信じてくれよ、サリーは家族だ。いや、兄貴も家族だ。だからサリーのことを信じてくれ。はいはい、やってくれるさ。そのうちね。なあ、でもうまくいかなかった場合のことを考えるくらいはさ。ほら、お、アイフ？家族だ。ちょ、おい。汚すんじゃないぞ。どうも。はい、っていうことで、第5章ね、これで終わりですね。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。またよかったら次も見てください。ほな。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録は PC の方は画面上のアイコンから。スマホ等の方は下のチャンネル登録ボタンから。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。